し、はい、自分の体に合ってるから、はい、自分の体が変わらない限りね、はい、好みに合わせた、はい、提案っていうのをしてくれる、はい、あ、風年切れた方が、うん、持っていくのはですね、やっぱ自分の体に合ってるから、まあ、自分の体が変わらない限りね、はいはいはい、切れていくわけだし、はい、でその中でも、まあ、流行りしたりもあるわけだし、はい、そこで今はカジュアルな方はカジュアルな方にしてねとか、はい、じゃあ今度は柄がもっともっと自分に興味もあったり、うん、次のステップっていうことで柄ちょっと行ってみるとか、はい、なんかね、そういうなんか楽しい感じですよね、楽しいですよね、うんうん、にこれからもなっていけばいいかなって、はい、いや自分の体に合ったものを作ってくれるのも当たり前だし、はいはい、好みに合わせた、はい、提案っていうかしてくれると、はい、こっちはこう悩みが少しずつ減ってくる。なるほどなるほど。あれでしたもんね、袖ちょっとこう長さね、うん、こっちの方がいいとか言っていただいてましたもんね、うん、T シャツに着た時だったらいいし、はい、シャツ着た時だったらこうだよねっていうちょっとあるじゃない、はい、そうなった時にじゃあこの辺ちょっといろいろ作ってくれてるとか、はい、ね、ちょっと絞れるとか、はい、っていうのはちょっと細かいこうケアをしてくれるので、なるほど、助かってます。もうありがとうございます、はい、本当にあの感謝させていただいております。またあの、今日頼んでいただいた、セットアップとジャケットと、うん、出来上がったらまたお持ちしますので、はい、大体オーダースーツ屋さんでも結構何回も頼んでもらってる方は結構遠方のお客さんという方送ったりが多いんですけど、うん、まあ、なるべく僕は普通の店員さんではなくても、うん、行ってフィッティング見てっていうのをするので、はい、よろしく、はい、よろしくお願いします。全然変わんないですね、その超えたっていうのも変わんないですね。もう見た目はな、ちょっと日焼けしたぐらい。あんま日焼けましたね、そうですね、ゴルフとかで、ゴルフとサッカーで、サッカーしてはるんですね。サッカーもね、そう、これ動かなきゃいけないなって今増やしたんだ。あ、わざわざほぼほぼやってなかったんですよ、はいはい、サッカー、サッカーをね、はい、だけど、ちょっとこの企業にちょっと行くようにしよう。頑張ってる、そうそう